はいどうもこんにちは。今回はですね、こちら iPhone XS のゴールドなんですけども、こちらを数日使ってみたので、10との比較であったり、 XS でどういったところが機能向上したのかということを実機でね、詳しく確認していきたいと思います。でね、10と XS の詳細な違い解説動画というものはすでにアップしているので、そちらの動画も合わせてご覧ください。まずはデザインから見ていきましょう。背面ガラスにはね、10よりも強靭なガラスが採用されているということです。カラーについてはこちらゴールドですけども、あんまり背面パネルはゴールドって感じがしないですね。まあ、カメラ越しではね、ちょっと白っぽく見えてるんですけども、肉眼ではね、もう少し色の濃いものになってます。温かみのある色といった感じですね。でね、このカラーリングの近い色として8のゴールドがあるんですけども、あちらと比較すると 10S のゴールドの方が少し濃い色になっているようです。フレームは10から引き続きステンレススチールが使われていて、高級感のあるゴールドといった感じですね。10と比べてみるとこんな感じです。マイナーチェンジなので、デザインサイズともにほとんど差というものはないんですけども、カメラの位置が10よりも 10S の方が少しだけ右にずれているようです。まあ、詳しくはね、開封動画で話しているんですけども、サイズが同じでも10用のケースは一部で使えない可能性があるということです。 10S と10の見分け方としては、フレームの下部にあるスピーカーマイク穴、ここですね、ここの数が半分になって、新たにアンテナ線が追加されています。同じく上面にもアンテナ線がここに 10S の方は追加されています。 10S ではね、ギガビット級の LTE に対応して通信速度が上がったので、アンテナの本数も増えたみたいです。続いては筐体のサイズや操作感についてです。 10S はね、10と同じサイズということで、片手でもね、十分このように操作することはできます。でね、この 10S よりもさらに大きい 10S MAX というのがね、同時に発売されましたけども、その 10S MAX の実機をね、友達が購入したということで少し触らせてもらいました。その時の動画がこちらなんですけども、最初持った感じはそこまで大きい感じがなくて、あれ 10S MAX の方が良かったかなというふうに思ったんですけども、さすがにね、片手では上の方は指届かないですね。少し持ち替えてなんとか押せるといった感じです。 10R が 6.1 インチで、 10S と 10S MAX の間のサイズということなので、 10R の画面サイズ割といいとこ行ってんのかなというふうに思ったりもしました。同じアングルで 10S も操作してみました。一応このようにね、持ち替えずになんとか遠いボタンも押すことができています。普段使いならやっぱり 10S のサイズが私には限界かなというふうに感じましたね。比較として他の友達が 5S を持ってたので、それもね、ちょっと貸してもらいました。小さすぎてね、なんか余裕で手が届きますね。さすがにね、 10S MAX を見た後だとかなり小さく感じました。まあ、SE を持ってる方が次のね、機種に変更という際にね、比較になればと思って撮影したんですけども、まあ、大きさ的にはこんな感じです。最後に私の 6S も同じアングルで操作してみました。操作性だけを言うなら 6S8 の、まあ、4.7 インチの16対9液晶ですね、このサイズが一番操作しやすいなというふうに感じます。ただね、10のオールスクリーンに慣れてるせいなのか、ベゼル部分が結構ね、邪魔に感じてしまうので、操作性と表示性能を総合的に見ると、やっぱり 10S のサイズ感っていうのがちょうどいいのかなというふうに思いました。ここからは比較写真です。まずは 10S と 10S MAX のサイズ比較写真です。こう見ると結構大きさ違うなというふうに感じるんですけども、こういった感じで 10S MAX と 10S を重ねてみると、意外とね、 MAX の大きさっていうのはね、感じなくなります。縦はね、結構長いんですけども、横幅がね、そんなに長さ大きいなというふうに思わないからだと思いますけどもね。次にね、同じシルバーの 10S MAX と10を並べてみたんですけども、まあ、こうやって見るとね、ただサイズが大きくなった10みたいないう感じですね。色味とかは全然変わってないです。 5S から 10S MAX までの機種を横一列に並べた写真も撮ってみました。同じカラーの機種違いの写真も撮ってみました。
結構ねゴールドの色味っていうのがね機種によって違うんだなというふうなことが改めて分かりましたね。画面サイズ別でカメラアプリを開いた写真がこちらです。上面のボタンの位置っていうのが1段階ずつね上がっていってるっていうような感じです。続いてはですね、よりワイドになったステレオスピーカーっていうのがどんな感じなのか、音質なども含めてチェックしていきたいと思います。まずはね、iPhone X の方から音楽再生してみましょう。続いては iPhone XS の方で同じ音楽再生してみたいと思います。音量はね、両方とも MAX にしています。はい、ということでね、私がいつも動画でね、使っている BGM を2台で聞き比べていただきましたけども、まあね、このマイク越しではねあんまり伝わらなかったかもしれませんけども、 XS の方はね音により広がりというものを感じます。それ以外にもね、音に少しだけ重厚感というものが増えて、音量も少しだけ大きくなったように感じました。続いてはデュアルシムについてです。 iPhone XS からはねデュアルSIMに対応したということで、設定の情報画面ではこのように2つ分のSIMの情報が記載されています。ということでね、ちゃんとデュアルSIMに対応したということがわかるわけなんですけども、このねデュアルSIMの機能自体は現在使うことができません。後に来るアップデートを適用すると使えるようになるようです。でね、このデュアルSIMの機能をね日本で使えるのかということについてなんですけども、ソフトバンクでは対応する予定があるということらしいんですけども、その他の会社についてはまだ検討中といったような感じみたいです。まあ、ソフトバンクがね前向きに検討しているということなので、その他の会社も追従するかなというふうに思うんですけども、まあそんなすぐにね日本でこの iPhone のデュアルSIMの恩恵を受けるということは難しいと思います。例えばね海外旅行に行った時とかにこの日本の、今入っているSIMカードを抜かずに現地で eSIM として、契約をして現地で海外回線を使うことができるといったような感じの使い方はできるようになるんじゃないかなというふうに思います。続いては予備電力機能付きエクスプレスカードについてです。今回の iPhone XS から予備電力機能付きのエクスプレスカードに対応しました。これね iPhone XS と XR の違いの解説動画前編で未確証としていた項目なんですけども、あのね解説でそのまま合ってました。まずエクスプレスカードっていうのはね、こういったスイカとか、そういったものに対して使うことができるものなんですけども、画面をロックしたままピッと通信することができるカード、それがエクスプレスカードです。だからね、改札を通るときにいちいちフェイス ID とかしてたらね、時間もったいないですよね。なんでそれをしなくても改札を通れるようになるといった機能なんですけども、それがエクスプレスカードですね。でね、予備電力機能というものについてなんですけども、例えば改札を入ってから iPhone の電池が切れてしまったといった場合、今までの iPhone ではね、改札を出れなくなってしまいます。電源が切れちゃうからね、こういったねフェリカの機能が使えなくなってしまうわけなんですけども、今回のこの XS には予備電力機能がついたので、電源が切れていたり電池が切れていても最長約5時間フェリカの機能を使うことができるそうです。まあ、だからね電車の中で電池切れても改札はギリ通ることができるといったような機能ですね。次は処理性能についてです。普段使いでは XS も X もね同じぐらいサクサクに動いて、体感ではね違いを伝えにくいので、ベンチマークアプリを使って数値的に比較していきたいと思います。ちなみにね iPhone X ではメモリ、ここ見てもらうと 2.76GB ということで 3GB のメモリが搭載されていたんですけども、
10S ではここ 3.67GB ということで 4GB のメモリが搭載されるようになりました。 4GB ってねパソコン並みのメモリ量になりましたけどもね。なのでそういったところでもね、より多くのアプリを開いたままにできるとかね、そういった処理能力の違いも出てくると思います。まずは Geekbench というもので CPU の性能を測っていきましょう。はい、ということで計測が終わりました。 iPhone X ではシングルコアのスコアが4263、マルチコアのスコアが1686だったんですけども、 10S ではシングルコアのスコアが4810、マルチコアのスコアが11570ということで、ベンチマークもね微妙にこっちの方が終わるの早かったように、こっちの方がね、性能ではアップしていることがわかると思います。このベンチマークアプリではね、他の端末の平均のスコアとかもこのようにバーっと、記載してくれているわけなんですけども、この4810ってスコアね、もう圧倒的って感じがしますね。はい、マルチコア性能の方もこのようにランキング別で見てもこの 10S が一番上に来ています。続いてはアンツツベンチマークでベンチマーク測っていきたいと思います。はい、ということでね、ベンチマークの結果が出ました。こちら iPhone X ではね、205,835点だったんですけども、なんと iPhone XS ではね、311,766点ということで、10万点ぐらい上のスコアが出てますね。すげえな。グラフィックのテストなんかでもね、 10S の方が滑らかに映像がね表示されていたりして、同じ見た目ではありますけども、グラフィック性能が2倍良くなってるというのはね、本当だったんだなというふうに改めて思いました。ゲームとかね、そういったところで恩恵が受けられるかなといったふうに思います。でね、ずっとこうやってベンチマークを測って負荷をかけていたので、本体結構熱いのかなというふうに今裏を触ってるわけなんですけども、まあ暖かさ自体はどちらも変わらないかなといったような感じです。 10S が特別暑いといったようなこともないです。ベンチマークではね、 iPhone XS と X ではだいぶ差がありましたけども、じゃあ体感としてね、アプリの起動速度とかそういったものはどうなのかっていうことをちょっと検証していきたいと思います。一緒ですね。全く同じですね。ということで、読み込みのないアプリだったり軽いアプリに関してはもうほとんどね、差というものを体感することはできませんでした。 iOS 12が容量の軽い OS であるということもね、一つあると思うんですけども、じゃあね、今度はちょっと重たいアプリ、読み込みのあるアプリで比較していきたいと思います。はい、といった感じでね、大きい差というものはなかったんですけども、それでもね、 10S の方が読み込み自体は高速になっていることが分かりましたね。まあ私 PUBG とか荒野行動とかは入れてないんですけども、ああいう重たい目のアプリであれば結構体感差というものを感じることができるんじゃないかなというふうに思います。まあ普通に使うだけであれば iPhone X でも十分早いです。
まあ、性能が上がったということで、アニ文字の認識とかでもね、結構性能差とか出てるのかなというふうに思ってね、今こうやってやってるわけなんですけども、全然変わんないね。続いてはバッテリー持ちについてです。 iPhone X よりね30分 XS の方がバッテリーが持つということだったんですけども、実際に数日使ってみてね、 X よりね長く持つようになったかっていうのはまだ正直感じられていません。なんですけどもね、 X もねかなりバッテリーは持つ方なので、 XS もね十分なバッテリー性能だというふうに思います。 SNS とか YouTube 少し見るとか、ネットサーフィンする程度の使い方であれば余裕で1日持ちます。次は通信速度についてです。ギガビット級の LTE が乗ったということで、通信速度についても検証してみました。なんとね、XS が遅いというあってはならない結果になってしまったわけなんですけども、掴んでる電波の帯域がね、7だけバンド41という高速な帯域、まあ、au の YMAX2+ というね回線につながっていたようです。 XS ではねバンド11というものを掴んでいたということで、なのでどうしても速度差が出てしまったといったような感じです。でね、 iPhone はね接続帯域の指定というものができないので、これはどうしてもね仕方ない感じですね。ついでに Wi-Fi でもね速度測定してみました。このテストでは 11AC の 1300Mbps に対応したバッファローの WXR1900DHP っていうルーターに 11AC 接続しています。回線は au 光の 100Mbps のプランです。 10S と10では Wi-Fi 性能においてスペック的な違いというものはなかったんですけども、速度測定では 10S の方がね10よりも明らかに速い結果となっています。体感ではねどっちも速いんですけどね。はい、ということで 10S の新機能や10との違いを今回の動画では解説いたしました。まあ、ただね10も十分すぎるぐらい高性能なので、10からね 10S に買い替える人は、まあ、感動がね薄いかなというふうには思いますけども、まあ、それよりも前の機種を使っている方にとっては、まあ、飛躍してね高性能になっていると思います。まあ、10S Max にね買い替えたらね画面が大きくなったということもあって、結構ね違いを感じられるとは思います。今回はねこの辺で動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。